住んでいる所存でございます。これ減税の票が弱かったらこういうことにはならないんです。減税の票が自民党さんにとって取るに足らない、お帰りなさい、ものであれば全く余裕の増税路線、これが進んでいくわけでございます。しかしながら先日の荒川区議会補欠選挙はなんとですよ、なんと無所属と某減税政党の、一応減税と言わせていただきますが、足し算したら自民党に勝ってるわけです。これをもって住宅ローン減税から火ついていくと、住宅ローン減税の50平米までへの適用が40平米にまで、趣味よくいけば来年度から適用範囲が広がっていく。私、これは個人の見解ですと申し述べた上で、減税にとって一番重要なことは、まんべんなく全ての方に恩恵が行き渡ることが重要だと思っておりますので、今まで住宅ローン減税に受けられていなかった方が新たに受けられること、これをやってくれるっていうのは素晴らしい、与党に敬意を表するものでございます。ありがとうございます。山本ゴウの本日はこのぐらいにさせていただきます。もう少し、込み入ったことは、23日の勤労感謝の日に町屋駅で演説をさせていただきますので、皆様どうぞお立ち寄りいただければと思います。山本ゴウの2分20秒きっかりのツイッターフルサイズの、街頭演説、駅立ちの田畑前での最終局面でございました。ありがとうございました。頑張ってまいります。